こんにちは、ショートです。それではサバフロンティアやっていこうかなと思います。まあエミリア編の続きですね。まあどうやらこれがトリガーになってるっぽいんで、ああ間違えた、もういいや防御で。トリニティ、あこれこれいいよ、これヤルーと失政官、おーハーレム。何歳。ライザーええやつやな。あこれなんか飲まされてるぞ。さあ妖魔仲間にするぞ。あれはあんまりよ、最低やな。トリニティラムダ基地、いやどこでいつ着替えた。ああその過去にされたんか。まあ、これが一番好きなんで、じゃあソードダンサーでしばらくはやっていきますか。うわあ、おったおった、セルスト誰やったっけ、白雪姫じゃないわ、なんかそんな感じの名前のやつ。お前かヤルート、ジョーカーよ。世も末か。どうしよっかな。あれ、あゼロソードねえ、マジか。じゃあ刀でもつけとくか。やった、白バラでいいんかな。やったぜ、回復、おーおーやった、ついに回復手段を手に入れた。エネルギーチェーン、マジか、烈風剣、おおいきなり烈風剣、印象最高やな。ちょっと待て待て、なんかやられそうな気がしてきた。よし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 、マジカルヒールこれで覚えたんちゃう。ゾズマ、よし、この3人、まあ、ちょっと白バラは今回はあれやね。ちょっと待って、ジャイアント2段、これは入れておこう。とりあえず、ああ、タイちょっと頑張ってもらうか。バックラーでもつけといてくれ。
あ、龍馬の剣覚えてる。ゾズマどこにおるんやっけな。違う、あれ、あ、しまった。マジカルヒール覚えたから、こいつはもうどうしよう、技ひらめかんしな。パンチすごいね、アセルス。あ、ここはあれか。ああ最初おったところか。そういう感じね。行くとこ多すぎ。ちょっと待ってよ、リーサルドラグーンぐらいつけとくか。よし、リーサルドラグーン助けるか。あったあった、これでちょっとマシになるっすよ。あ、いいね、懐かしい。ああ一気に強くなった。切り返しぐらい覚えてほしいな。お、ゾズマ切った。強っ、めちゃんこ強いやん。キック、まあ、スライディングも覚えたからいっか。ゾズマもリーサルドラゴンつけとくか。うん、おお、いいね。乱れ雪月下もできそうやな。なんもないか。あ、なんかあった。なんやこれ。なんかここに、ここでなんかあんのかな。敵おる状態で。おお、見切り。関係ないか。
こっち行ったらなんかもうゴールな気すんな。ちょっと。L1 便利すぎる。探索しよう。ここはあれか。ちょっと待ってよ。一緒かな。この下の探索は一切やってないと。なんもない。上行ったらゴールやと思うんよな。どんどん覚えていくね。楽しいわ。あ、ちょっと待って、手抜きすぎか。めっちゃ覚えるやん。すげえな。乱れ説外科できんじゃん。じゃあやってみる。これもう終わり？もしかして。待てよ。これこっちが終わりやとすると、これでできへんかな。ちょっと一回やっ、いや、ちょっと待てよ。時間稼ぎやったってことは、どう？あ、無理か。こっちゴールっぽいな。ちょっと待って。申し訳ないですけど、ちょっと探索したい、せっかくなら。ここ来れんのエミリア編だけやしね、多分。あ、戻ってきた。あ、戻ってきた。せっかくやし女性パーティーでやるか。お、コテも手に入れた。あ、繋がったわ。繋がりました。誰か、あ、あ、もうがっつりつけてるやん。ステータスどうなってんの？あー、なるほどね。何つけてんの？
リキッドメタル、スライム、スライムはいらんな。スライムちょっと交換やわ。よし、じゃあ先進もうぜ。2倍速慣れてきた。3倍速も慣れていきたいな。おれ、だ敵絶対かわせへんよな。まあそれは2倍速でも一緒か。あー白バラ、やった。運動性めっちゃ上がってんな。ほぼ乾燥しとる。何ここ、お、いいね。アセルスって、ああ達人になってる。妖魔の剣装備しとく。なんか妖魔化すんのかな、もしかして。なんもない。ガイアトードでもつけとくか。みんなガイアトードの脅威を狙うのです。ようまかした。敵か、大丈夫、大丈夫そうやな。敵の数減らすか。え、そういう系？スタグ、何それ。 5? 強っ。ここ1回来てる。あ、1回来てる来てる。こっから来たもんな。君たちはガイアトードの相手をしといてくれ。オッケー。どうやろう、丈夫さだったからまあいいか。これもう終わりっぽいな。でももう行くとこ行ったか。よし、あれ動けねえよもう。いや、こっちじゃないの、こっちじゃないってこと。ここ、これ以上動けへんもんな。マジか。お、
うわあ、相棒。え、やった。強いんちゃう？おお、うん。ようまかじか。一旦抜いとこ。まだそんな多分憑依してもしゃあない。おい、ちょっと待てよ。そうなるとどこ行ったらいいかわからんくなってもうた。ああ、こっちか。終わりか。めっちゃ仲間増えていく。じゃあもう一個ぐらいやりますか。あれ？また？おお。ああ、ここでこれか。ああ、しかも射撃の格好になってる。これどういうシナリオなの？あの部屋目指すんか。ちょっと待って、一人か。さっき居アイテムあったんってこっちよな。あー、さすがになくなってる。あー、ちょっと待って、一人か。逃げりゃいいんか。チートや。チートすぎる。あー、ちょっと待って待って、これそうよね。しまった。しかも、あー、ちょっと待って、ゼロソードつけてへんから、全力でやろう。それは、ちょっと待てよ。大丈夫それ？あー、どうしよっかな。いやでも結構斬撃でいいような気すんな。おっ、なんや。なんやねん。うん、ちょっと想定外っすよそれは。どうしよっかな。どうしようもないもんな。ジャイアントスイングでなんとかならん？これでいってみるか。2人出てきたらきついよな、どっちにしろ。また積んだ。育成する？また積んじゃったよもう。
なんかいいアイテムないか。先制攻撃したいよね、とりあえず。多分やけど。なんか運動性が上がる翼だけか。つけるか、つけとくか一応。どうこれで。あ、1対1ならなんとかなると思ってる。あ、これでも、お、あ、いいやいいやいいや。オッケーオッケーオッケー。なんや。おおお、これ花や花。え、ついよ。ちょっと待って、マジか。わかった、ちょっと技をひらめこう。おっし、切り返しきた。ちょっと待って、強すぎません？マジか。ちょっと待って待って、なんか敵が異様に強いぞ。メカ以外おらん？マジか。2つある。 DSC を狙うか。よし、切り返しはでかい。ちょっと待てよ、一戦一戦これか。やばいなそれはやばいな。ちょっと待って、サイバーグラブ、これいいんじゃん。強化服は結構強化してんな。対空攻撃に弱い。いや、わからん。ツバメ返し多分いらんはずないよ。あとはさっき一瞬覚えた、ちょっと待って待って、戦うしかないもん。よしよしよし。あー、そっちか。さっき覚えたやつ覚えてくれへんかな。やばくなったらこれでなんとかする感じだね。ちょっと待って、技術いっぱいありすぎる。ああ、なんか安心できる敵が出てきた。こいつマジ強いよな、ヘルメス。こい、天地二段。なんかそっち寄りになってきたか。え、ああ、オッケーオッケーオッケー。
あ、しまった。これもう、あ、でもまだ大丈夫や。ちょっと一旦体術はなかったということで、二人はやばいな。ちょっと待って、なんで達人じゃなくなってんの。ああ天地二段は入れとく。もう一回チャレンジしてみるか。一人やろ、これでなんとかしてくれ。おっしゃっしゃ、ガードはでかい。おっしゃ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 、お、なになになに、あ、懐かしい、それいいいい、最高最高、よっしゃしゃまた積んだかと思った。もうエミリア編すぐ積む。嬉しいけどちょっとあれ装備してたら技なくなるわ。誰、モンドや、思い出した。ヨークランドか。礼拝堂、そんなとこあったっけ。銃なんか持ってねえよ。誰のことやろ。天使のブローチ、へえ。おお、みんな聖ぞろいや。やっぱモンドか。やっと。よかった、もう。一人やとすげえ戦いを繰り広げてたわ。じゃあここ脱出したら終わりにしようと思いますが、どこに行けばいいんだろう。今回も意味ない、意味ないか。なんなんやろこのギミック。天使のブローチ、おーおーおお、すげえ、めっちゃすげえやん。
4人いると安心感が全然違うな、やっぱ。外行きゃいいんかな。まあ、まあ4人おるから、うん、雑魚や。いや、雑魚ではないな。ちょっと真面目にやろう。ジャイアント2段でいくか。あ、やっべ。あ、懐かしい。これ結構お気に入りや。よし、達人になった。外出てみるか。ちょっと待て待て、一人なんか怪しい動きする。あれ、ここじゃないの？ちょっと待って、エミリアにゼロソードあげてくれ。ゼロソード2本はいらん。バベルクランブル。お、DC 来た。来たんじゃん。うわ、来た。撃ったる。撃ってやるよ。食らいやがれ。おスマッシュ。ナイス。もう別格の強さや。さあ、一人だけ火力がおかしくなっちゃった。じゃあもう、あー、どうやろう。スウェイバック抜いとくか。もうこっちよな、絶対。あ、ここや。あれ、まあいいや、ちょっと行ってみよう。あ、ちょっとそんな DC 打たんでいい。なんかルーファスもう、あ、そうよね、結構いっぱいよね。ここか。完全に迷子になってしまった。お、ナイス。
あれ戻ってきちゃった。ここあれか。逃げよ。ちょっと待ってくれよ。私はもう迷子だよ。なんでやねん。どういうこと。判定どないなってるんよ。やばいやばいやばい、迷子、完全に迷子。このこっちから上行ってみるか。あれ戻ってきちゃったよね。思い出の地も関係ないと。あ、今を3倍速でやってんのか。やるな。ダッシュとさせてくれよ。お、ぽいぽいぽい。あ、ダッシュとできた。よかった。はい。あ、これ多分次もうラストシナリオですね。まあ楽しんでやっていこうかなと思います。じゃあ今回はここまでにします。これからもサガフロンティアやっていくんで、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。